結局兄貴は松原千秋さんと離婚。さらに去年1月長谷川理恵さんも去ってしまった。恋愛論を得意げに語るやつに恋人はいない、 by エドワード A. マーフィージュニア。第9位、元オウム真理教幹部上祐文弘。彼なりの宗教的なメッセージを、またはこの事態に対する見解を送ろうというふうには考えている。地下鉄サリン事件当時、教団のスポークスマンとして長々発し、あいえば上祐と言われた上祐氏。しかし旗色が悪くなると、まあ、だから私はあまりごちゃごちゃ言いたくないんですよ。これ見たらわかるでしょ、バカらしいですよ、と逆切れ。しかし彼らが起こした事件が消えるわけではない。第8位、日本国総理大臣小泉純一郎。人生いろいろ、会社もいろいろ、社員もいろいろです。こちらは今から30年以上前、勤務実態がない会社に年金保険料を肩代わりさせていた問題が浮上した時の一言。その結果、それまで高かった支持率は急落。私はもう国民に人気があるんだから、まあこういう言い方でも許してもらえるだろうと、そういう本音が見えてしまうわけですね。そうすると小泉さんというのはもっと誠実なものをはっきり言う人だという期待が国民には大変高かったわけですね。ですから、あれ、この人思ってたような人じゃないんじゃないかというような感情が起きてくるわけです。認めたくないものだな、自分自身の若さゆえの過ちというのを、 by シャーアズナブル。第7位、前大阪府知事横山ノック。今から7年前、当時の横山ノック大阪府知事にセクハラ疑惑が発覚。全く身に覚えのないことであります。むしろ向こうの方から攻撃をされております、と疑惑を完全否定したノック知事。だが必要なマスコミの追及に、なぜそういう捉え方するんですか、マスコミ皆さん。いつまで大阪府の知事をいじめたら君ら君気が済むんだ。何を思ってんだ君らは。おお、ライクはボイルドオクトパス。結局ノック知事は大阪府警の強制捜査を受け、府知事の座を辞職。人間にとって苦悩に負けることは恥辱ではない、むしろ快楽に負けることこそ恥辱である、バイパスカル。第6位、東横イン西田則政社長。警察に捕まったら仕方ないし、そんな悪いかなとも思ってますけどね。日本中が呆れ返ったこの会見、果たしてこの失敗から我々は何を学ぶのか。全てはここから始まった。何しろ、条例違反をしました。どうもすいませんっていう見せ場がかっこ悪い、かっこ悪いって。謝罪会見とは思えない発言を連発、世間を唖然とさせた東横イン西田則政社長。なぜ彼は誰もが呆れるような態度を見せたのか。そのわけは東横インの組織の在り方にあった、まあ、ざっくばらんで江戸っ子で、まあ、非常にワンマンな会社だと思います。そんな西田社長をフジテレビは3年前に密着取材していた。東横インだからさ、東横でしょ、だから1045件作るんだ。2022年までにやろうかな、やろうかな、やろうと決めてるんだけどね。そのためには年間何件ずつ送るしないと。それがね、50件ずつやると20年かかる。女性を支配人に据えるという斬新な経営システムと徹底したローコスト戦略、西田社長のワンマン経営が成功し、東横インは急成長を遂げていた。だがその内情は、東横インの元社員がメールで語った。憎めない人物なんですが、すごく短気で誰も逆らえない。とにかくコスト管理にうるさく、厳しいノルマが課せられるんです。東横インが飛ぶ鳥を落とす勢いだったこの頃、西田社長はその後の事件を予言するような言葉を語っていた。でもちょっと心配なんだけどね、なんかこんな大きく増える予定じゃなかったのが増えてきて、僕の気量よりもなんかホテルも大きくなっちゃったような気がして、どっかで転ぶんじゃないかっていう、そんな変な心配を
最近よくしてるけどね。そして事件は起きた。7台分の設置義務がある駐車場に3台分しかスペースを取らなかった理由を。めんどくさいんだよね。めんどくさいっていうか、こう格好も悪いし危ないし。身体障害者用の部屋を物置代わりに使っていた理由を。新商社客室作っても年に1人か2人しか泊まりに来なくて、一般の人は使い勝手が悪いから使わない。この会見を元社員はこう見ていた。いつもの社長らしいと思いました。他人の目を気にする人じゃないですから。会見の態度は良くも悪くも西田社長のワンマンぶりを表していた。この設計は下手くそなの。こうして謝罪会見は失敗に終わった。では正しい謝罪会見とはどのようなものなのか。そこで本物の社長さんによる謝罪会見シミュレーション。本当に申し訳ございませんでした。対応策を取らないといけない。こうして存在いたすと思いますが、失敗は上塗りされる。謝罪会見シミュレーション。リスク管理のコンサルタント魚崎博美さんが企業のトラブルを想定し、本物の経営者に謝罪会見を体験してもらった。まずは不動産経営の社長さん。どうもすいませんでした。耐震強度については書いてありましたか。はい、書いてありません。はい、落ち着いて対応しているかと思いきや、建築会社の方で何かしらしら足がパカパカ。分かってますか。まだ分かっておりません。全然分からない。はい、自信がなさそうな仕草はマイナスポイント。動揺は相手に不信感を与えます。続いて熱海のホテルの経営者。社長としまして、社長は最高責任者でございますので、まあそれは本当に問題がいろいろあるかと思います。はい、つい笑ってしまう表情が嬉しくないですね。謝罪会見に笑顔は禁物。そしてこちらは IT 企業経営者の北所俊文さん。顧客の個人情報およそ500件を漏洩させてしまったというシナリオだ。まあ、この度は、まあ、当社の、まあ、社員がのミスで、まあ、の情報を流してしまいまして、まあ、ご迷惑をおかけしました。深くお詫びします。お詫びをですね、するときに座ったままでいらした。あれは良くないですね。さらに被害者への損害賠償に関する質問に。負担総額はいくらでしょうか。まあ、それが30ちょっとよろしいですか。なんと会見中に計算を始める始末。対応策を準備しないで会見に臨むのは問題あり。極めつきは、まあ人間は常に失敗する生き物ですが、それは言わなくていい、失敗するのが当たり前と言いたいのかと。なかなか難しい謝罪会見。経営者としては失格です。失敗する企業には共通点があるという。企業哲学、企業理念がはっきりしていない会社は何を謝るのか明確に社長が捉えることができない。そこで見当違いの謝り方をしてしまう。まさに見当違いの謝り方をした西田社長はその後改めて謝罪会見を開く羽目になった。本当に申し訳ございませんでした。失敗だけどあっぱれ発言ランキング。まずは第5位、俳優勝新太郎。お酒タバコやめたっていうふうに聞いたんですけども、うん、それ本当ですか。やめたっていうより何て言うかな、吸いたくなくなっちゃったっていうかな。10年前咽頭がんの手術から復帰した勝さん、会見では高らかに禁煙宣言。ところが報道陣はこの直後驚きの光景を目撃する。タバコやめたっておっしゃったでしょ。
もう長時間にわたりましたんで、もう。ああ。タバコはね。ええ。タバコは絶対ダメですよ。やめた。やめたじゃないですか今。その豪放磊落な人生には数々のトラブルも。1990年には下着の中にコカインと大麻を隠し持っていたことが発覚。するとなぜそこへ入ったか知りたいみたいな、入れちゃったもんしょうがないじゃん。なんでパンツから入れたんですか。それパンツとズボンで入れたら怒っちゃうもんね。パンツ履かない方がいいかな。もちろん禁止薬物の所持は憎むべき犯罪。しかし国民はこれは彼だから許されんでね。あ、面白いじゃん。良くないことだけど、最高のいいのがある。これも勝さんの人柄なのか。あっぱれ部門第4位エッセイスト安藤和。1999年夫奥田瑛二さんに18歳の女性との不倫疑惑が浮上。それを知った安藤さんは、私は子育ては子供たちいい子に育ててくれたからよかったんですけど、私はあなたを育てるのを間違えて夫育てにも本当に間違えたな。もう今後は厳しく取り締まっていきます。はい。以来奥田さんの不倫話は聞こえてこない。あっぱれ部門第3位ジャパネット高田社長高田明。2年前通販大手のジャパネット高田の顧客情報が外部に漏れていたことが分かった。その時高田社長は即座に一つの決断を下した。テレビショッピングに関してましても当面自粛するストップを要請いたしました。事件が報じられるとその日のうちに全てのメディアで営業自粛という通販会社としては致命的とも思える処分を自らに課したのだ。結果およそ150億円もの大減収となった。なぜそのような決断を下したのか。私たちは佐世保の自社スタジオでテレビショッピングの収録をしていた高田社長を訪ねた。 5% オフにしようと思って。 10% しましょう。 5+5 で 10% オフ。これはないですよ。私としたらすごく自然だったんですね。解明とかですね、説明責任というのをお客さんに果たさない状態でね、自分自身がそういう商品を買ってくださいとかお願いしていくっていうことはもうできなかったんですね。だがその後消費者は高田の姿勢を評価。結果会社は営業再開後売上を大きく伸ばしたのだ。自粛して反省の意を表明してるところは素晴らしかったんじゃないかなって思いますけど。一気にそういう厳しい処分を発表したんでですね、いやそこまでやらなくてもという気持ちが起きてしまう。それはですね、言ってみればもう許しているようなもんなんですね。ですからこの早く厳しい処分を発表するっていうのはですね、大変な効果があるんです。民主党の皆さん、今後の参考に。あっぱれ部門第2位元山一証券社長野沢翔平。1997年、創業100年の老舗証券会社が違法取引などが発覚して自主廃業に追い込まれた。人々にあっぱれと言わしめたのは不祥事発覚後ひょんなことから社長になってしまったこの男。その涙に世間が泣いた。私らが悪いんであって社員は悪くありませんから、一人でも二人でも皆さんが力を貸していただいて再就職できるように、どうか路頭に迷わないように、私からもご協力をお願いいたします。社員を思うトップの心意気にあっぱれ。あっぱれ部門第1位バルセロナオリンピックマラソン日本代表谷口浩美。112人本日という目指してのスタートです。1992年のバルセロナオリンピックマラソンには前年の世界陸上で優勝した谷口浩美が出場。しかし谷口の靴が脱げました。谷口の靴が脱げた。すぐに起き上がり走り出したものの先頭集団から大きく遅れてしまった。だが谷口は諦めなかった。それから30人以上をごぼう抜き見事8位入賞を果たしたのだ。谷口8位でゴールに入りましたね。はい。その直後谷口が発した一言は、山中でこけちゃいました。持てる力を出し切った男の切ない笑顔に日本人は大きな拍手を送った。
第5位、元内閣総理大臣橋本龍太郎。日本歯科医師連盟から自民党旧橋本派に渡った1億円の闇献金問題、国会で追及を受けた橋本元総理は、私が受け取って滝川さんに渡したのは事実だろうと思う。ご指摘を受ければそうかもしれない。他人事のような言い方っていうですね、これはもう見てる人は強い反感を感じてですね、しかもこれは本音としてやっぱり否定できないんだな、否定しようと思ったらできるはずですからね、本当に全く覚えがないんだったら。第4位、あれ？また勝さん？もうパンツ履かない方がいいかな。この発言は呆れた部門でも上位にランクイン。いよいよワースト3、第3位はヒューザー社長小島進。最新偽装マンションの多くを手掛けたヒューザー小島社長、参考人招致では、そういう気持ちで言ってんだよ、言ったんです。言ってんだよ、国交省もいい加減にしてほしいですね、まったくと元気いっぱい。だってこの刑を、しかし証人喚問に呼ばれると、証言は控えさせていただきたいと思います、拒絶させていただきたいと思います。実に30回以上も証言を拒否、当初の勢いはどこに行ったの。荒々しく毒づいた言葉はその根拠が弱いことを示唆する。 by ビクトル・ユーゴ。第2位、元雪印乳業社長石川哲郎。2000年に発生した雪印乳業の停止購入による食中毒事件、被害者1万3000人を超える史上最大の食中毒事件となった。当初雪印側は事実を隠蔽、証拠隠しも発覚するなど真実はなかなか明らかにならなかった。そんな中、あのセリフは飛び出した。10分とかって不倫じゃなくて、そんなこと言ったってね、私寝てないんだ。こっちだって寝てないですよ、そんなこと言ったら。入院してる人だって苦しんでる子供だっていっぱいいるんですよ。10ヶ月の子供が病院行ってるんですよ。はい、それは分かってます。寝てないとかそういうものじゃないでしょう。当時現場にいた記者はこう証言する。ちょっと切れちゃったって感じなんでしょうけど、そこで。でもまあそれはちょっと言うね、ああこれはまあ言ったらあかんよなみたいな感じはしましたけどね、正直。びっくりしましたけどね。そんなん言いますかというね、いくらなんでもね。自分が寝てないこと、つまり体調、自分の体調が悪くなることの方がこの事件の、あの罪よりもですね、そっちの方が気がかりだということを言ってるわけですね。これはその被害者にとってはですね、一番あの腹立たしいことなわけですね。私寝てないんだ。確かにそれを言っちゃおしめよ。いよいよこの後第1位の発表。呆れた発言第1位、元内閣総理大臣竹下登。なんか無責任な感じ。言い訳としては最悪ですね。ありえないです。人々が呆れたのはこの発言。私は全く心当たりがございません。全く存じておりません。もう記憶にございません。もう記憶にございません。92年、首相の座を狙っていた竹下氏が右翼団体から受けていた褒め殺しをやめさせるよう暴力団に働きかけたとされる問題、証人喚問で竹下氏は記憶にないを連発。しかしこの言葉どこかで聞いた気が。奈良県議官、今ここでは記憶はございません。そう、あのロッキード事件の証人喚問で関係者が連発、その年の流行語にもなった言葉。記憶はございません。記憶にないというと、なんかイメージが一つの言葉にございますもんですから、今日使わないでおこうと思いましたが、あの記憶にございません。はい、けじめの必要な時にはきちっとした言葉で話してください。バイ坂本金八。